はい、インド専門のサトルです。本日はですね、水曜日ということで、私が経済的に成功したら欲しいものというですね、自分の野望について語ってみたいと思います。で、私がですね、まあお金に余裕ができたらですね、まあ、今座ってる椅子も結構好きなんですけれども、ぜひ一度ですね、アーロンチェアというものに座って仕事をしてみたいなと、自宅で仕事ができるようになってみたいなというふうに思いますね。はい。で、先週は確かソファーの話、ソファーというかバルセロナチェアのなんか変な話をしましたけれども、今週はですね、まあ普通の机で何かこう、パソコン作業とかするときの椅子っていうことですね。で、あなたは、どういう椅子に座ってますでしょうかね。会社の椅子ってある程度いい椅子使わせてくれるケースがあるんですけれども、やっぱりまあ椅子って大事ですよね。で、なんでしょうね、アーロンチェアというものをですね、ちょっとご紹介したいかなと。いうふうに思うんですが、まあ、有名なんで知ってる人も多いと思うんですけれども、ちょっと私が調べたところですけれども、アーロンチェアというのはですね、1994年に、まあ、アメリカのミシガン州に本社のあるハーマン・ミラーという会社があります。で、その会社が発売した椅子で、人間工学に基づくデザインになっている座りやすい椅子ということですね。デザインもなんとなくこう、イケてるクールな感じの椅子です。で、普通のチェアと違ってですね、座面と背もたれの部分がですね、メッシュ状になってるんですね、こう。まあ、ブログの方を見ていただければわかると思うんですけれども、あとまあ検索していただくと、まあ、メッシュ状でこう穴が開いてる感じなんですが、これ十分、座り心地はいいんですね。非常にうまく作られてる椅子なんです。で、まあ、デザインがかっこいいっていうのもあって、非常にまあ人気を博しています。で、あなたもですね、インターネットビジネスの業界に、まあ、興味があればですね、まあ、この椅子をですね、持っているのが一つのステータスみたいなところがこうありますので、まあ、これを持って、ちょっと調子に乗ってるような感じのね。で、こう、マッキントッシュのパソコンをカタカタやって、ちょっと俺かっこいいみたいなね、感じの人がまあいるという、まあ、そういう椅子なんですね。はい。で、これ仙人さんですね。私の師匠の仙人さんがですね、内弟子と呼ばれる、まあ、仙人さんの近くで、修行している弟子の方にですね、無料でこうプレゼントしたと。いう椅子でもあります。結構まあ、もらうと嬉しいですよね。そういう椅子ではあります。で、今日はですね、ちょっとやや話はそれるんですけども、椅子選びについてですね、ちょっとお話ししたいかなというふうに思うんですね。で、椅子って非常に大事で、まあ、ベッドもね、大事ですけどね、ベッドは、睡眠は、人生の3分の1とか言われるんで、ベッド選びも大事なんですが、多分椅子っていうのもですね、まあ、多分睡眠以上に椅子に座ってる時間って長いので、これ健康にいいものとか、自分の体に合ったものを選ぶっていうのは非常に大事なんですよね。で、まあ、アロンチェアいいなっていう話を冒頭にしたんですけども、例えば私の場合ですね、アロンチェア実際に座ったことがあるんです。大塚家具とかに置いてありますよね。で、座ったことあるんですけど、まあ、ちょっと自分にはベストではないかなと。体にフィットするかどうかとかね。背もたれの部分の硬さであるとか、そういったのがちょっと硬いなって感じたりとかいうのもあったので、まあ、いい椅子ではあるけれども、自分にとってはまあ、もうちょっと別に自分に合ってる椅子があるのかなっていう、そういう感想を持ちました。でですね、椅子選びを、あなたも、金持ちになったら自由に、自分にとって最適な椅子が選べるような状態になってほしいんですけれども、その時にですね、二つ忘れてほしくないポイントがあるんですね。
で、一つがですね、椅子は体に悪いんだっていう、この発想、この大前提を忘れないでほしいんです。で、かっこいい椅子だとこう、座ってね、イエイっていう感じなんですけれども、そもそも椅子っていうのは体に悪いんだっていうことなんですよ。で、まあこれなんでかって言いますと、椅子に座った途端ですね、体がこう、動きが固定されてしまいますよね、基本的には。まあ背もたれとか動くっちゃ動くんですけれども、止まってしまいがち。で、人間の体っていうのはですね、やはりある程度こう、動いているっていうのが、自然の摂理にかなってるんですね。そうしないと、だんだんこう、血液であるとか、リンパ液の循環が悪くなっていくっていうのがあるんです。エコノミークラス症候群っていうのありますよね。自動車の車に、座席に座りっぱなしになっていることで、体壊してしまうっていうのありますよね。そういうのがあるんで、椅子っていうのはですね、やはり、長時間座る方であっても、1時間に1回ぐらいは椅子から立ち上がって、まあ、お手洗いに行ったりだとか、深呼吸をしたり、ストレッチをしたり、ということをするというのが、まあ、健康をキープする上でですね、非常に大事です、ということですね。椅子選ぶときにですね、例えば、背もたれが固定されていて動かない椅子ってありますよね。全くこう、どっしり、こう、直立不動みたいな椅子があるんですけれども、それってね、私に言わせればもう論外かなっていうふうに思うんですよ。話にならないと言いますかね。何考えてんのっていう思うんですね。で、典型的なのが小学校の椅子ですね。小学校の木でできた椅子ってありますよね。あれはちょっと小学生かわいそうだなっていうふうに思いますね。なんとかならないもんかなということです。で、椅子選びでもう一つポイントがあるというふうに申し上げました。で、もう一つがサイズなんですよ。で、これはですね、男性だとあまり気にせずに普通に椅子に座れる人が多いと思うんですが、まあ私は結構小柄なのでよくわかるんですけれども、あとまあ女性もよくわかると思うんですけれども、椅子が自分の体に対して大きすぎると、それもまたですね、結構なストレスになるんですね。で、足、やっぱりですね、足がぴったりと床につかないと、じわじわとストレスになりますね。これ経験したことある人はわかると思いますけどもね。でですね、その時に椅子を選ぶ時に、気をつけたい、そのサイズの面でですね、気をつけてほしいポイントは、こう、椅子の高さだけじゃなくて、座面ってありますよね、座っている座面の奥行きの長さ。これがね、でかすぎて、っていうケースがあるんですよ、実際に。だから、合計するっていうことですね。床から座面までの高さと、座面の奥行きの長さ。これを合計して、その数字を認識しておくんですね。で、そのいろんな椅子を選ぶときに、その数字をチェックして、大丈夫かなっていうふうに選ぶと。で、これ一つのですね、重要なテクニックかなというふうに思うんですよ。で、椅子って、いろんなブランドありますよね。本当に一回試してみたいなと思うようなかっこいい椅子もあるんですけれども、全部が全部ですね、試しにこう座ってみることができるのかというと、結構チャンスは限られているんですよね。なので、そのサイズとかを見てですね、選んでいくっていうことになってしまいがちなので、やはりそういった時に失敗しないためにですね、ちょっと今申し上げた椅子の高さと座面の奥行きを合計するっていう発想、これ結構役に立つかなと思いますので、教えてあげるといいかもしれませんね。あなたが男性ならば、女性に教えてあげると結構感謝されるんじゃないかなというふうに私は思います。はい。で、ちょっと今日は、アーロンチェアそのものではなくてですね、椅子というものについて私が思うところも中心に話しましたが、やはりアーロンチェアかっこいいんでね、ぜひあなたも成功したら一度検討してほしいなと思いますし、アーロンチェアに限らずですね、あなたが、長い時間お付き合いするというのはこれ間違いないと思いますね、椅子というものと。
で、あなたにとって本当にいい椅子と出会ってですね、ゲットできるような、そういう状況を、まあ、作っていただきたいと思いますので、まあ、そのためにもですね、経済的に成功していくということが非常に大事になります。もしよろしければですね、下のリンクのところにですね、エクスジュニアコピーライター養成スクールというのがありますので、そのセールスレターも読んでみていただければと思います。はい。それでは本日はアロンチェアのお話でした。どうもありがとうございました。